はい、こちらはですね、越前花ん堂駅でございます。北陸本線の福井からですね、一駅南ですね。ここからですね、越美北線が分岐していて、まあ朝倉市でですね、有名な一条谷やその先の大野市、それからですね、九頭竜湖までね、伸びてますね。北陸新幹線の敦賀延伸の工事が行われてまして、高架がだいぶできています。これはもう敦賀までね、つながってましたね。架線電線はですね、まだのようです。まあ、新幹線、開業前の北陸線は米原から新潟の直江津まででした。開業後はですね、山積化され、米原金沢間に、なりましたね。延伸がですね、完了すれば同様になって北陸線は米原敦賀間に、なる見通しですね。ちょっとね、寂しい気もします。